2016年10月1日、10月になりました。なんと恐ろしいことに今年もあと3ヶ月。いやー、改めて口にしてちょっとドッキリ。というわけで秘蔵法訳を読んでいきます。ちょっとしばらくぶりになっちゃいましたが、本日はまあ一枠だけ読めたらいいなと思います。定本は弘法大師空海全集第2巻秘蔵法訳、宮坂優勝訳中、ここのですね第4ユユン無我心、問答のところ、14の問答があるところの9からですかね。儒教と仏教との同意。原文、孔子が曰く、釈迦は弁にして功徳を説き、孔丘は剣にして自ら誇らず。現代語訳、幽谷孔子が言う、釈迦は言葉巧みであって功徳を説くが、孔子は控えめであって自ら誇りません。原文、子の曰く、言うことなかれこのこと。孔法自ら裁縫の章を奨励し、理論もまた我が師の端のはけり、大将を猛語下回ず、棒ずれば、すなわち信仰におつ。現代語訳、玄関星が言う、そんなことをおっしゃってはいけません。孔子は自ら裁縫の少女である釈尊をたたえて礼拝し、老子もまた我が釈尊の諸説を口にされました。偉大な聖者釈尊は偽りを申しません。もしあなたが仏法を非難すれば、その報いを受けます。次に10番目のクエスチョン。原文、これは仏法を非難する罪、暴法罪について。原文、孔子が曰く、五逆を作る者は理として地獄におつべし、人を奉仕、法を暴ずる、何によってか叱るべき。現代語訳、幽谷孔子が言う、十悪五逆を犯す者は当然地獄に落ちます。人をそしり、法をそしるからといって、どうして同じような報いがありましょうか。十悪五逆について、十悪は従前をなさない、従前の反対ですね。殺生、中等、殺し、盗み、邪淫、横島な、みだらな行為、猛語、嘘、両舌、二枚舌、悪句、悪口、季語、おべんちゃら、貪欲、むさぼり、真に怒り、邪見、誤った見解、以上が十悪。五逆は、母を害す、父を害す、あらかんを害す、仏の身体から血を流す、それから三我を破ると。これが5つの重罪。地獄に落ちる、この地獄ですがね、阿鼻地獄というところに落ちるそうですね。五逆罪はね、裁判をこう経ることなくですね、直ちに阿鼻地獄に落ちる。阿鼻教官の阿鼻ですが、阿鼻地、サンスクリットの阿鼻地ですね。無間地獄、間がない地獄というわけで、苦しみと苦しみの間の休憩時間みたいなものがないと、ずっと苦しみ続けなければいけない。さて戻ります。原文、死の曰く、汝いまだ両病の方を解かず、
身病を治するには必ず密の方による。一つには医人、二つには法行、三つには妙薬なり。病人もし医人の敬い、法薬を信じ心をいたして服侍すれば病、すなわち除癒す。現代語訳、玄関法師が言う。あなたはまだ病気を治す方を聞いておりませんね。体の病気を治療するのには3つの方法によらなければなりません。1つには医者、2つには処方、3つには薬です。病人がもしも医者を敬い、処方と薬を信じ、本当に薬を飲めば病気はたちまちに治ります。原文、病人もし医人の罵り、法薬を信ぜず、妙薬を服せずんば、病室、何によってか覗くことを縁。現代語訳、病人がもしも医者を罵り、処方と薬を信ぜず、優れた効き目のある薬を飲まなければ、どうして病気を治すことができましょうか。原文、如来、衆生の身病を治したもうこともまた、格のごとし、仏は言おうのごとく、教は、教えは、法行のごとく、理は、妙薬のごとし、理のごとく、治癒すれば、治し、薬を服するがごとし、法によって薬を服すれば、罪を滅し、可を生す。現代語訳、あれ、なんかちょっと意識が飛んだ。病人がもしも医者を罵り、処方と薬を信ぜずに、優れた効き目のある薬を飲まなければ、どうして病気を治すことができましょうか。仏が生きとし生ける者の心の病気を治されるのもこれと同じです。仏は医師の中の王のような、教えは処方のような、理法は優れた効き目のある薬のようなものであります。この道理の通りに考え巡らすならば、仏法というものはあたかも薬を飲むようなものです。教えによって薬を飲めば罪を滅ぼし悟りを得ます。原文、しかるを今調剤の愚人、人の傍事法を傍ず、調剤何ぞ免れん。現代語訳、ところが今、重罪の愚かな者は人を唆り、法を唆しています。どうして重罪を免れることができましょうか。原文、法は人によって広まり、ごめんなさい、法は人によって広まり、人は人な、法をもって登る、人法を一体にして別地なることを得ず。現代語訳、法は人によって広まり、人は法を待って現れます。人と法とは一体であって分けることができません。原文、このゆえに人の傍ずるはすなわち法なり、法を唆しるはすなわち人なり、人の傍じ法を傍ずれば、サダンで阿鼻国に出して、さらに、いずるごなけん。現代語訳、ところが今、重罪の重い罪の、愚か者は人を唆し、法を唆しています。どうして重罪を免れることができましょう。法は人によって広まり、人は法を待って現れます。人と法とは一体であって分けることができません。ですから、人を唆しることは法を唆しることになり、法を唆しることは人を唆しることになります。人を唆し、法を唆しればきっと阿鼻地獄に落ちて再びそこから免れる時がないでありましょう。原文、世人この義を知らず、下に任せてたやすく断じて心外を顧みず、むしろ日夜に十悪五逆を作るべくも、一語一語一言一語も人法を法ずべからず、窃盗を行ずる者は仮に餌食の利を得、人法を傍ずる者、我において何の役かある。
現代語訳、世の人はこのわけを知りません。口から出まかせに軽々言って深い罪を考えません。いっそのこと、日夜に十悪五逆のような極悪罪を犯そうとも、一言一句たりとも人と法とをそしってはなりません。殺したり盗む者は現に衣食の利益を得ることができます。だが人と法とをそしる者は一体自分自身にどんな利益があるというのでしょうか。以上が10番目の問答です。次に11番目、人と法との種類。原文、孔子が曰く、慎んで至難の受けたまわんぬ、今よりのちあえて異聞せず。現代語訳、幽谷孔子が言う、慎んでお教えを受けたまわりました。今後決して違背をしません。原文、孔子が曰く、すでに人望を報ずべからざることを受けたまわんぬ、しかれどもいまだつまびらかにせず、人望に幾ばく種かある、はた人選ありや。現代語訳、幽谷孔子が重ねて言う、人と法とをそしってはならないということを受けたまわりました。ですがまだ詳しいことはわかりません。人と法とにどれだけの種類があり、また深い浅いの区別がありましょうか。原文、師の曰く、第二これを論ずるに二種あり、一つには兼業の法、二つには密教の法なり、兼業の中にまた二ったり、曰く一条三条別なるがゆえに、一条と一派、一旦ここで切りますか。現代語訳、玄関法師が言う、大体を申しますとこれに2種類ございます。一つには兼業の法、二つには密教の法です。兼業の中にもまた二つあります。一条と三条との別があるからです。原文、一条と一派、如来の多事友人、十字より諸事に至るまで現れたもうところの方針諸説の一条の方これなり。現代語訳、一条というのは仏の多事友人による教えであって、つまり十字より諸事までの段階において姿を表されるところの法人物がおときになる一条の方がこれでございます。原文、三条と一派王家の釈迦、二条及び事前の菩薩らのために説いたもうところの経これなり。現代の訳、三条というのは王家の釈迦が二条及び事前の菩薩たちのためにお説きになったところの経典でございます。密教というのは自称法身の大日如来自らの眷属の仏菩薩のため、及び如来が自身で法の楽しみを受けるためにお説きになったところの法がこれです。ちょっと意識が飛んだ、密教と一派、実証法身、大ビルシャナ如来、自眷属と自受崩落の家に説いたもうところの方これなり。いわゆる真言上とはこれなり。核のごとくの諸々の凶暴はその機構に回答して並びに皆妙薬なり、その教行に従って菩薩論を作り、忍師書を作る松代の弟子、ちょっと原文戻りますね。このような諸々の経典の法はその宗教的素質にあてがって説かれたもので、すべて皆優れた効き目のある薬のようなものであります。その出典の
教えに従って菩薩は門所を作り、師家は、先生の家と書きますが、師家はその経典や論書の注釈を作りました。末の世の弟子たちはこうした経論に基づいて独自をし修行をしています。これがすなわち人坊の区別です。浅い深いとか福や罰については重々心論に述べた通りです。述べた通りです。次は12番目のクエスチョンです。仏書における棒法、法を阻止るの問題。原文、孔子の曰く、今死の説を聞くに、すでに陰謀の別なることを知ぬ。しかるを今、諸々の論書を作る場合、皆他を発して字を立つ、方々とならずや。現代語訳、幽谷孔子が言う、今あなたの説かれたのを聞いて、人と法、人と棒との区別を知ることができました。ところが今諸々の論書や注釈書を作る者は皆他のものを論破して自己を主張しています。これは法をそしることになりませんか。なるほどね。原文、師の曰く、菩薩の用心だ、皆慈悲をもって元意とし、利他をもって先とす、よくこの地に従して先週を発して人教にいるるは利益最も惜し、もし名利の、妙理の真の挟んで、浅い宣教を浅い教教えを師し人望を馳せば、この憂を免れず。現代語訳、玄関法師が言う、菩薩が心を用いるのは皆慈悲をもととし、他のものを利益することを、よくこの心に従して浅いとらわれを破り深い教えに入るならば、最も広い利益が与えられます。もし名門利用の心を持って浅い教えにとらわれ深い法を破るならば、この戸が目を免れません。ちょっとここで注釈を入れましょう。あと問答は2つありますが少し長いですね。一条、乗というのは乗り物の意味です。悟りに至るまでの教え、悟りに行くまでにですね、その一条の教えを乗り物として、荒波を渡っていくわけでしょうかね。一条は仏教の真実の教えは唯一で、その教えによって衆生が等しく仏になると説くもの。次に三条というのは何かというと、衆生の宗教的能力に応じて声聞独覚、たらに、国有な三種の悟りの道があることを言う。声聞上、円覚上、師家菩薩上、というわけで、あと13、14ポンポンと読めたら本当はいいんでしょうけれども、13番目がやたら長いですね。この辺にしておこうかな。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛。以上空海秘蔵要約、秘蔵法約、第4章の5回目でした。ちょっとなかなかここに苦戦をしておりますね。それではおやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティウン。また明日。ありがとうございました。